ランキングお疲れ様でした。無事に大和選手獲得することができたので契約書開封していきたいと思います。いやー、今回のねランキング結構きつかったですね。はい、というわけでね、ずっと欲しかった大和選手なんでめちゃくちゃ嬉しいです。セカンドかレフトへね起用しようと思っています。第2弾はおそらく野手だと思うので、大山選手か近本選手か中野選手か誰が来るかすごく楽しみです。というわけでランキングお疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。チーム軍艦のりです。今回はセレクション村上投手の動画となります。 PS 第3弾が終わってすぐにセレクションが来ると思ってなかったんでとてもびっくりしたんですけども、覚醒以来の S ランク村上投手なんですごく欲しくなりますが、今回の動画ではセレクション村上投手の能力解説をしまして、無課金美課金はどうすべきか解説していきたいと思います。そして最後に契約書開封もしますので動画最後まで見ていただけたら嬉しいです。このチャンネルは阪神純正でプロスピ楽しんでおります。高評価押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいのでお願いします。皆さんのセレクション村上投手の感想もコメントしていただけたらとても嬉しいです。それではやっていきます。それではセレクション村上投手の能力解説をやっていきたいと思います。いやー、スピ4400の時代が来ましたね。ちなみになんですけども、僕がプロスピ始めた時はスピ率3100でした。セレクションの背景はね相変わらずかっこいいですね。そんなセレクション村上投手なんですけども、覚醒以来の S ランクになりましたが、能力は球威制球スタミナが74の B で全同値となっております。覚醒と比べるとね能力はかなり上がってると言っていいんじゃないでしょうか。全同値はね本当に素晴らしくて、球威型制球型スタミナ型のコンボに絡むことができます。阪神純正でスタミナ82のコンボを出すのは厳しいかもですけども、全動値はね見栄えもいいし、しかもデフォ全動値なんで称号がいらないっていうのがねほんと素晴らしいですよね。ただ今シーズンの成績を考えると能力はねまだ低めなのかなといった印象ですけども、シリーズ2でね能力アップ期待しましょう。投手の適性は中継ぎも S あるんで素晴らしいですね。球種は少し残念になりましたかね。6球種で B 以上の球種はなし、マスライになるんじゃないかっていう噂もありましたが、普通のストレートでツーシームは上方向じゃないんですよね。リア帯では厳しい球種になってると思います。球種の方もシリーズ2に期待しましょう。特能は超伸び緩急外角丸となっております。それではねセレクション村上投手の優れた点をね紹介したいんですけども、まずはねスピが4400ということですよね。リーグの話になりますけども、この時期のスピ4400はめちゃくちゃ強いですし長く使えるんでね、それがねやっぱセレクションのいいところなのかなと思います。そしてセレクションの選手をオーダーに入れることでコンボを出すこともできます。僕はね実際にこのコンボを出せたことがないんですけども、星2のコンボみたいですね。そしてステータスがデフォ全動値なのも強いところです。村上投手は育成が難しいんでね称号いらずっていうのは本当素晴らしいのかなと思います。そして中継ぎができるのも良きですね。ただやっぱりね弱点もあるのかなというところで、 B 以上の球種がないこと、そして球種がリアタイ向きではないこともリアタイ勢の方には、まあ、マイナスになってしまうかなと思います。あとは限界突破が難しいっていうのもね弱点ですかね。覚醒の S ランク A ランク持ってる人はいいですけども、今年プロスピ始めた人はね育成がとても大変になりますね。極みにできないとスピ4400の強みを活かすことができませんので、かといってね限界突破コーチ5枚使うのもどうなんだといったところなんでね、まあそこがねちょっと弱点になるかなと思います。最後に無課金美課金はセレクション村上投手をどうするか解説したいと思うんですけども、覚醒以来の S ランクとなりましたセレクション村上投手なんですけども、残念ながら無課金美課金はスルーだと思います。理由は2つ。1つ目はガチャに自チーム確定がないからですね。自チーム確定のないガチャはリスクが高すぎるんですよね。特に無課金の方にはおすすめできません。セレクトミキサーはあるんですけども、5人集めるのもなかなか大変で、イベントの累計報酬もありませんし、90連で確定は3人なんで、まあ、5人ね集めるのにガチャ何十連必要なのかちょっと分かりませんけども、ちょっと無課金美課金はね手出しにくいのかなと。もちろん30連60連で運よく地引きできる可能性はありますけども、そもそもねセレクションってゴリゴリに課金できる人のためのガチャだと思いますから、まだまだね TS 第4弾第5弾と続きますし、この先にはねアニバ OB もあるんでね、エナジーは無駄にできないので、無課金美課金はここはね無理せずにエナジーを温存することが賢明かなと思います。
2つ目はシリーズ2でさらに能力アップに期待ができるからですね。セレ村上投手のステータスがめちゃくちゃ高くて、リアタイでも強い球種特能を持っていれば無理してでもって思うんですけども、セレクションでの登場にありましたが、今回の村上投手ね、能力がちょっと低いんじゃないのっていう声も聞くんですけども、前半戦の活躍はね、僕個人としてはシリーズ2でね改めて反映されるんじゃないのかなと思ってますので、このまま順調にいけばシリーズ2で通常 S ランク登場すると思いますし、まあそうなるとね、ミキサーとか契約書で狙いますから、シリーズ2はね選択契約書もありますし、ここは無理せずにシリーズ2村上投手を狙った方がいいのかなと思います。ということで、自チーム確定のないガチャ、そしてシリーズ2に期待できるということで、セレ村上投手はスルーがいいのかなと僕は思っています。ただこんな人はガチャしてもいいよと思ってるんですけども、例えば最強決定戦でバッチバチに上位を狙ってる人、そんな人はねスピ4400は必要になると思います。それとセレクションのためにエナジーを何ヶ月も貯めてた人ですね、そんな人なんかも勝負していいのかなと思います。そんな人以外はね、基本的にはセレクションはスルーがいいのかなと思っています。ツイッターとか見てるとね、無課金の方でもね意外と30年60年やってる人いるので、まああとはもう皆さんの考え方次第かなと思いますけども、皆さんはセレクションガチャどうするかまた教えていただけたら嬉しいです。というわけでありがとうございました。最後に契約書開封やっていきたいと思います。まずはゴールド契約書20連からやりたいと思います。よし、それでは受け取っていきましょう。 S ランクは来るか見ていきましょう。お、いいんじゃない。いやー、ツイッターを見てますとね、やっぱりセレクション村上投手の能力はね賛否あると言いますか、まあ今年のね活躍がすごいんで仕方ないとこあると思うんですけど、 S ランク来ましたね。よしよし、村上投手と大竹投手がねいなかったら首位はなかったと思うんでね、いやー、そういった意味ではね本当に村上投手にはね感謝感謝なんですけど、さあ S ランク誰が来るか。来た、じゃない、A ランク。さあ頼むよ、自チーム佐藤選手欲しい。おっ、あー島内さん1枚だけかな。ラストは、うーん、 B ランク。まあまあまあ S ランク来ただけ OK でしょう。ありがとうございます。あとはねセレクション第2弾がね誰が来るのかっていうところもすごく楽しみなんですけど、まあ第2弾はねおそらく野手になると思いますけども、セレクション第1弾がね早く来た理由がね何なのかっていうところでね、まあまあまあリアタイのね大会もあるし、まあ何かしら来るんでしょうけどね。さあオール B かな。はい、ありがとうございました。それではねラストです。 S ランク確率 10% 契約書2枚と 30% 契約書が2枚あるんで、4枚まとめて開封していきたいと思います。 S ランク佐藤選手が欲しいですね。セカンドでリアタイ使ってみたい。いやー、今ね残念ながら2軍にいてはるんですけども、早く1軍に帰ってきてほしい。佐藤選手頼むよ。いや S ないかもしれん。おー、伊藤正は嬉しい。おー、来た、アイス。うわー、小畑選手や持ってるけどね、素晴らしい、自チーム来てくれた。ラスト、あー中川選手、 PL 高校 30% 契約書から来てくれました小畑選手でした。ありがとうございました。このチャンネルはプロスピ阪神純正で楽しんでいます。チャンネル登録していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。